先ほど西武とそして中日3回戦ハイライトで振り返ります。5月20日以来の先発になりました復帰登板のニールです。内野ゴロというところ、立ち上がりから今日はニールですが結果的には出ましたね。すごい心配してたんですけどね、はいはい、本当心配関係なかったんですね。なんか23日というそんな話題待ったんですが、一方でドラゴンズは今シーズンの開幕投手2人です。いきなり岸が捉えます。いやこれもね、思いっきりよく初球から振れましたよね、はい、素晴らしい当たりでしたね。3試合ぶりのヒットがこのホームランです。1点を先制のライオンズ、ニールにいい援護点が入りました。今日はニールそして岡田というバッテリーだったんですが、このプレーも大きかったですね。いやこれもね、やはりセカンドにいられるといかない相手は全然違いますからね、はい、素晴らしいプレーだったですね。今日も告げには負けていられないというプレーがありました。そして4回はまあ新井らしさ全開になります。この内野ゴロです。いや本当に内野ゴロ多かったですよね、はい、今芯を立ちます。セカンドゴロも非常に多かった今日のピッチング。ウーネンティンの足もよく動いています。そうですね、はい、そのニールの好投に援護点です。4回チャンスを作って山川、そしてこのウーネンティンの走塁。そうですね、はい、この走塁がなかったらね、次の点につながりませんでしたからね。ツーアウトランナー二塁としてサンジェンバーグ、ここは全てにおいてはなんかつながりを感じましたね。そうですね、はい、本当に西武の方に流れが来てましたね。サンジェンバーグのタイムリーです。そしてニール好投が5回も続きます。好調どの上だったんですが、あと微妙な変化というのは大きかったですか。そうですね、はい、本当低めにうまく変化させてましたよね。5回を投げ切ったニール、ただ6回はピンチがありました、まあ、最終的にはこの回までということになったんですが。そうですね、はい、あのバッターランナーが、ね、大島君だったからダブルプレー取れなかったんですけどね、それの1点ですけど、まあ、内容的には良かったと思いますよね、はい、2位は6回86球1失点という内容です。最後は高橋周平を打ち取っています。戻ってきていいピッチングがありました、そのニールです。さあ7回です。2番手の宮川、2点リードというところでマウンドに上がったんですが、ちょっと今日は変化球を含め不安定さが出ましたかね。そうですね、変化球がストライク入らなかった分、まっすぐにちょっと山張られたような感じになりましたよね。交流戦いいバッティングを続けているドローベが左中間へ2点タイムリーツーベースで3対3です。売り出しに戻ります。そして福谷、この辺りは8回もマウンドに上がったんですが、この栗山に2ボールになりまして申告敬遠、ここで交代。よく頑張ったんですけどね、福谷もね。そうですね、はい、あの3点は取られましたけども、本当に丁寧に投げてましたよね。開幕投手として意地を見せました。ここは左対左、ウーレンティンがここを捉えます。勝ち越しタイムリーヒット4対3。いやこのねスライディングも良かったですね、はい、いやそうですね、はい、石がよく返ってきました。得点圏打率5割超え、驚異の4番バッターウネヒンです。そして開幕から32試合連続無失点という日本新記録がかかったマウンドは平、最初のバッターを出塁させた時はちょっと心配されたんですが。そうですね、はい、もうワンアウト取ってから本当自分の本来のピッチングに戻ったんですよね、はい、4対3で埼玉西武ライオンズが勝ってこのカード勝ち越しを決めています。見事に日本プロ野球新記録達成のタイガーです。